なっぴーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆さん、 YouTuber の皆様、お元気ですか？ふなぴーも元気ですよって言った感じでやっていきますわね。はい、今日もふなぴー島端に行ってまいりました。今回はみんなで作る島村プロジェクトからともさんコラボ、ブランドはラフラフのセール品を購入してまいりました。それがこちらでございます。バルーンスリーブブラウスでございます。今年再販されたオンライン限定のアイテムとなっておりました。商品情報はこちらでね。はい、サイズは M でございます。大丈夫、痩せたわけじゃございませんのよ。お色はこちら、泡薄タイダイ、ブラウンを薄くしたようなココア色となっております。お値段は税込み1639円のところ990円にって言いたいところですが、770円にお値下げされておりました。素材はポリエステル 100% の、ストレッチ性はございませんが、このように張り感のある生地でシワも気にならないのでお手入れが楽ちんね。ネックラインのアシンメトリーデザインとラグランのステッチの入った袖口ゴムのバルーンスリーブがポイントね。ちょっとね、ランタンスリーブのようにも見えますわね。そしてふなぴーはインスタもやっておりますので、もしよかったら見てくださいませ。待ってます。ではこちら、みんなで作る島村プロジェクトのともさんコラボのブランドはラフラフのバルーンスリーブブラウスでコーディネートしてみたいと思います。トップスは右側だけインして、あとはブランチングして着用し、ボトムスは小松さんのエイミー Q のチュールスカートにメッシュサンダルと、持ってるバッグはポシレーナさんのツーエバッグでコーデしてみました。胸元、裾、アシンメトリーデザインで1枚でこなれ感モノマネコーデをしてみました。はい、そしてふなぴーが今回購入したこちら、ともさんコラボのブランドはラフラフのバルーンスリーブブラウスでございますわね。164センチのふなぴーが今 M サイズを着用しております。さらっとした肌触りでゆったりとしたお作りなので、いつもは L から LL、3L を着用しているふなぴーでも、この M サイズで着用することができました。丈は短めで腰の周りが隠れる丈となっております。残念ながらふなぴーのほっこりお腹は全部隠しきれませんでした。そしてポイントのこのネックラインは、ストラップに足目デザインの飽きすぎないネックラインで、お顔周りはすっきり見えるし、デコルテも綺麗に見えます。下着の気になるストラップが見えないくらいの飽き加減で、インナーを気にすることなく着用することができます。そしてお袖でございますわね。フラピーの肘まであるふわっとしたバルーンスリーブで、フラピーの太い二の腕をカバー。ただ袖口がややぴったりめのゴムなので、動いていくうちに上に上がってしまうんでございますわね。
時々下ろします。このゆとり感がまたよろしいございますね。では次行ってみましょう。ユミさんのバングルをつけて、ユミさんのビスチェをレイヤードして、ボトムスもユミさんのマーメイドスカートに黒のパンプスと黒のバッグでコーデしてみました。秋のトレンドカラーブラウンでグラデーションをつけて、ビスチェをレイヤードすれば秋にも活躍するブラウスでございます。では次行ってみましょう。小町さんのエイミー Q のデニムジャンスカに、足元はひなさんと太陽さんの厚底スニーカーとテラさんのバケツ型バッグを持ってコーデしてみました。アイラインシルエットのジャンスカですっきり見せつつ、ネックラインがトレンド感ある秋のカジュアルコーデにしてみました。今回はトモさんコラボ、ブランドはラフラフのバルーンスリーブブラウスでコーデいたしました。1枚でこなれ感、モノマネコーデ、秋のトレンドカラーでグラデーション、すっきり見せたトレンド感ある秋のカジュアルコーデ。さて、ふなぴーのお気に入りのコーデは、はい、こちらでございます。アスミルラインがお気に入り。はい、これでフナピーのシモパト&コーディネート終わりにしたいと思います。皆さんの何かの参考になれば嬉しいございます。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ、また見てね。はい、行くわよ、じゃんけんよ。はい、じゃんけんぽい。フナピーはパーを出しました。ではまた。雷だ、来たね、来ましたね、来ましたよ、雷、来ましたよ、みんな、ひそ隠せ。